今安倍さんがですね、火がこう来てるんで、ここに当たんないように自分で移植をするっていうことで、こんな感じだよっていうことを、後ろから金森君がですね、説明をしながらやってます。でそしたら火傷しないように、あ、それは中須賀さん力がもうないんだよいや若さがあればついてる、まあ、でもさっき揺れてあるんで、はい、まあ確かに暑いですね、暑いですね、暑いですねだから僕の場合なんかこんなやつを変わったりするっていう、ある程度我慢しちゃう、それがこれでもう一回中塚さん、ああそれでもいいですけど、もう大丈夫ですよ、まあ開けちゃって、一回殺菌してるんで開けてこうやって横で、はい、こうやって手が瓶の上にくぐらないようにして、で蓋をちゃんと持って。そしたらまたこうやって、適当な感じで。まあそれぐらい大丈夫です。そしたらもうちょっと奥の方に置きます。はい。そうすればなんか上に行かなくて済むじゃないですか。はい。で開けときます。そしたら先に開けとけば下からガーってゆっくり。で、なんか僕の基準だと、あの先っぽら辺はちょっと火が赤くなるぐらいまで、まあ、こんな感じで赤くなるぐらいまでって中須賀さんの入り、これ裏表関係、裏表もやって一応、はい、気持ち的に、そしたら方が完璧じゃないですか、はい、完璧の方がいいじゃないですか、はい、そしたら、まあ、ある程度ゆっくりやって、まあ、大丈夫だなと思ったら、はい、まあちょっと冷ます、一番この先端が一番重要ですよね。そうですね。まあでもさっき何回か使ってて、はい、大丈夫です。そしたらある程度、まあ冷ますか、もしくはもう培地にブスッと刺せばジュンって冷めるんで、怖くなければそれやってもらうと思うんですけど、まあ慣れてないんで冷まします。これちなみにさっき中塚さん、あのもう一尾あげちゃってましたけど、で。だからどっちの方がいいですか、これで金森さん多分切ってから開けたと思うんですけど、僕は切ってある程度 OK になってから、あと分けて入れるみたいな方が僕的には好きだから、切ってからでもいいし開けてからでもいい、置き方がちょっとあれば切ってからの方が成功率上がると思うから、分かりました、じゃあジュッてやって、これ何に当たる？もうさっき冷めてると思うんで、こうやるよりもこう横で風がなんか指こう来ないようにした方がいいって、はい、まあ僕注意されたから。これでそれでウッキーやつも全部バサバサ、下の方か根元か気をつけて。これだとこの根っこよりもさらに下。そうですね。縁が残んなきゃいけないんで。切りづらいですね。ああまあそれはしょうがないです。頑張ってください。だとしたらこういう向きになってる状態。さあ自分がやりやすい感じで。はい、でここ根元から切ってもらう。ここですよね。はい。こっち。はい。そしたらそのまま置いてもらって全部切って。はい。この辺から。いちいちハサミ出さないでパチパチ切っちゃっていいよ。わかりました。これも全部パチパチ。はい。根元から。まああと感覚で、はい。ちちらさなく、はい。はい。オッケー。そしたら一個ありました。めっちゃ一個あったな。こっちに来ちゃう。邪魔してくる。引いたままで。はい。間違った。これ切れてない。ああ。この辺から。はい、そしたらもう振り払ったまま一回置いてください、はい、下に取って、はい、そしたら奥に置いて、奥に置いてそしたらこれはもう使わない、はい、ジュッと置いておいて、はい、これをさっきと同じ形で当ててもらって、今ですね、あの5、6本切ってこの後今あの違う民にですね移植するんですけど、なぜそんなことするかっていうのはですね、あのまま瓶から出した苗が
まあ、私らなんかだったらばある程度上手に作るんですけど、一般の人がまあ作ろうとすると、今ヤフオクなんかで売ってるぐらいの大きさっていうのは根がねないんですよ、あまり。で慣れてない人が作ると大概ダメになるんで、もう一回別な瓶に移植をし直して、もっとでかくして出すってことですね。うちはちっちゃい瓶で、ちっちゃい苗で出さないですから、さっき安倍さんが切ったぐらいの苗をもう一回別な瓶に移植するんですね。でそれを今安倍さんにこういうふうにやるんだという、まあ、説明をして、で実際にじゃあやってみなさいっていうことで、下までやりすぎると持つ時は熱いんですよ。やってるってことですね。先っぽが大体赤くなるぐらいまで、僕はそういう感じでやってる。あ、こんぐらい。下も一体です。大丈夫です。そしたら冷まして、刺してもいいし。先っぽを気をつけて。パーチューン。はい。そんな感じで。そしたら、ある程度、手をかぶんないあたりぐらいまで、その、今切ったやつを持ってきて、手前まで持ってきて、もうちょっと引いてる側で。で、これも買って、ちょっと奥す。で、こっちの瓶。こっちの瓶。そしたら、手前までそれで持って、さっきのように取って、こっちにポンって入れる。上にかぶんないように。これを、そう。ただ落とすだけ。落とすだけ、まだ落とすだけ。を繰り返す。そうですね。まあ、入れづらくないですか、大丈夫ですか。ちょっとですか。いや、大丈夫です。手が上に行かなければいいんで。はい。そしたら、一回これを置く。ちょっと奥の方に、こっちの、こっちの、あとあと。そしたら差し直す。はい。綺麗に、まあ綺麗じゃなくて、奥ジュッと大丈夫です。まあ、根元から。根元を持ってやった方がやっぱりやりやすいですよ。じゃあ蓋っちゃっていいよ。蓋をして、まあ燃やしても燃やさなくても、まあある程度ちょっとでいい。はい。したら一回置いてもらって、蓋を逆さに持って、はい。で、ガーッと。内側を炙るようにする。内側を炙るように。内側ってこっちですね。こっち。で、そしたらある程度、まあそんなに長くやらなくていいんで、そうすると焼き出しちゃうんで。で、そしたらくるくる。熱い。熱い。あ、それはまあゆっくり、はい、ゆっくり気をつけて。がっつり。ああ、がっつり。これあんまり握力に自信ないとき。いや、大丈夫です。冷ましてからやればいいんだよ、ぎゅっと締めて。あ、でももう大丈夫です。もう大丈夫です。樹脂よりです。うん、大丈夫だよ。大丈夫です。でそれが端に邪魔だから端に置いておいて。で、それで。一旦ここで一休みしてくれ。一旦ここで止めるから。